県は日本のフリーアナウンサー、団体役員、文筆家、演説家で一般社団法人、清水県基金の代表理事。2001年4月1日から2017年1月31日まではアナウンサーとして読売テレビに勤務していた大阪府堺市南区の出身で血液型は A 型。堺市立、巻塚大小学校、堺市立、 晴海台中学校、大阪府立泉美高等学校、中央大学文学部社会学科を卒業。小袋の黒田俊介とは、小中学校時代の同級生である。高校時代には、陸上部に所属。100メートル走で10秒9という公式タイムを持つ。大学時代には、体育会アメリカンフットボール部に所属。身長が161センチメートルと小柄ながら。 持ち前の瞬足を生かした突破力を武器にワイドレシーバーとしてプレイオフで活躍した。アナウンサーになるために大学を1年留年したが、卒業後の2001年にアナウンサーとして読売テレビへ入社。入社当初から全国ネット番組、どっちの料理賞などに起用され、主にバラエティ番組へ出演。市見県の愛称で広く親しまれる。 関西学生アメリカンフットボールなどのスポーツ中継で実況やリポーターを担当したこともある。2009年3月30日からは平日夕方の報道番組関西情報ネット10を担当。開始当初は情報担当キャスターを担当していたが2011年9月19日からはメインキャスターに抜擢された。清水がメインキャスターを務めると苦戦していた。 視聴率も在反局の夕方帯のニュース番組で1位を獲得するようになり、清水は関西の夕方の顔となる。点、キャスターとしての取材を通じて、日本維新の会の関係者と接触していたことから、地元の堺市で2013年9月29日に実施された市長選挙では、同会から出馬要請を受けた。しかし、いずれの要請も誇示している。 2013年10月27日には、読売テレビの代表として、第3回大阪マラソンに出場。5時間46分08秒で、初めてのフルマラソンを完走した。出場に際して、特に進行が深い窓か広志が清水への応援ソング、走れしみけんを、作詞、作曲、歌唱。同年12月18日に、CD として発売されたほか。 清水が天を交番するまでエンディングテーマに使われた。なお、大阪マラソンは第4回、第5回大会にも出場。清水と同級生で現在も進行がある黒田とともに小袋で活動する小渕健太郎との合同練習で注目され、第4回大会では、 前回大会のタイムを1時間以上縮める4時間44分26秒で2大会連続の完走を果たした。以前はコンタクトレンズやメガネを着用していた。2010年11月にレーシック手術を受けたことによって左右とも0.1だった視力は1.5にまで回復している。スタイリストとして天に携わっていた女性と2013年5月19日に 結婚。親族だけが列席した住吉大社での挙式を挙げ、堺市役所への婚姻届提出を経て、同年9月8日にビルボードライブ大阪で結婚披露パーティーを開いた。このパーティーには、窓か博、ハイヒール、赤星のりひろ、西田ひかる、奥野ふみ子、アルケミストなど、清水と関係が深い著名人が多数出席。縁とアルケミストによる、 ワンマンライブも催された。2014年10月に第一子が誕生したが、乳がんを患った妻の介護を理由に、2015年2月2日から同番組への出演を見合わせた。当時は、読売テレビの上層部や進行があるタレントの一部にしか事情が伝わっていなかったこともあって、表向きには休援の理由を家族の介護と表現していた。妻は、 結婚から約1年9ヶ月後の2015年2月11日に29歳で、永明。死の直前まで妻を献身的に看護してきた清水は、艶や告別式で生後3ヶ月の長男を抱きながら、母子を務め上げた。清水は、妻の死から8日後に、天のメインキャスターへ復帰。復帰初日のオープニングでは、視聴者に向けて今日から復帰します。 皆様の温かいご理解のもと、妻を見送ることができました。今日からまた、ニュースと向き合い、しっかりとお伝えしますと挨拶した。翌20日には、自身のツイッター公式アカウントから、皆様のお気持ち、お言葉に、どれほど励まされ、お力をもらったか、心から感謝申し上げますというツイートを発信。このアカウントには、ファンや清水と同様の経験をした人々から、 多数のツイートが寄せられ、清水自身も発信者一人数とに返信清水はツイッターやフェイスブックを通じて積極的に視聴者とのコミュニケーションを展開した。退社した現在も多くのフォロワーから支持を集めている。さらに、天のメインキャスターへ復帰してからは自身の発案でつなぐというコーナーを放送。同コーナーで出会った人々に対して2015年の 第5回大阪マラソンでは4時間30分以内で完走すると約束し、実際に前述した第4回大会での自己ベストタイムより17分2秒も早い4時間25分で自身3回目のフルマラソン完走を達成。ゴールの直後には当時1歳の長男を抱き上げながらまさか4時間30分を切れるとは思ってなかった。この1年辛いことがいっぱいあったけど、 妻も褒めてくれると思うとめ語っていた。2016年には妻の一周期を前に地震初の著書112日間のママを2月8日に小学館から観光。生前の妻が生後間もない長男を抱いている写真を表紙に用い、妻との出会いから乳がんとの戦いを綴った手記で発売開始から1ヶ月間で10万部を超える売り上げを記録。 3ヶ月で12万部も突破し、15万部を超えるベストセラーになる。また、同年3月2日付の朝日新聞長官に面、人欄には、清水へのインタビュー記事が掲載された。さらに、同書の出版印税をもとに、新薬開発や難病対策などに取り組む団体や、個人の事業を助成する目的で、一般社団法人、清水研基金を創設。 必要な医療サービスを必要とする人に行き渡らせることによって、心身ともに豊かな生活が実現されることを目指している。このような活動と並行しながらシングルファーザーとして長男を育てていることが高く評価され、同年には第10回ベストプラウドファーザー商員関西の特別部門で表彰を受けた。その一方で、天を放送しない土日曜日には、 がん患者やその家族へ向けた講演会で毎週のように講師を担当。事実上休みを取れない状況が続き、体重が 20kg 減るほどの多忙を極めるようになった。2016年の12月上旬に読売テレビへ退職願いを提出。2016年12月26日には2017年1月27日で天を考案することを 同局を通じて正式に発表した。当日の点エンディングでは視聴者に向けて妻の3回期を前に眼木滅やん患者の入院施設を支援する活動に専念させていただくことになりました。今私ができることは何なのかを悩みに悩んで考えた末に退社の決断に至りました。番組を通して皆さんにお会いできることが私の大きな力ですと語った。 妻の産回忌を直前に控えた2017年1月31日付で、読売テレビを退社。2017年2月下旬には、堺市長選挙の候補者として、大阪維新の会が清水の公認、擁立を検討していることが一部で報じられたが、6月下旬に擁立を断念した。退社後は、育児と並行しながら、フリーアナウンサーとしての活動、そして、 講演活動を積極的に続けている。その活動の一環として、在反多局が制作する番組へゲストで出演することもある。清水の SNS やオフィシャルサイトによると、講演会の回数は2021年1月現在300回を超えている。主催は自治体、教育機関、医療機関、看護学校、大手企業から保険会社、 中小企業まで幅広く講演会依頼が絶えない。主催関係者などによると集客力や注目度、また内容も清水にしか話せないもので充実しており、その講演会は関西圏だけではなく全国に口コミ的に広がっている。2017年10月にはアメリカ・ニューヨークでも初めての海外講演を実施した。そのような清水の活動を伝える。 メディア媒体も多い。また、清水自身もイベント司会やラジオをはじめ、フリーアナウンサーとしての活動を積極的に始めている。2017年10月11日には、自身2作目の笑顔のママと僕と息子の973日間を、小学館から観光。キャスター交番に至った思い、育児についてなど、シングルファーザーとしての悩みや喜び。 周りの方々への感謝を綴り、112日間のまま、同様、大きな反響を呼んだ。2018年4月には、ワコールのピンクリボン運動の一環として、母の日に向けて、男性だから、家族だから伝えられることに参加し、男性目線で、ワコール社員と語り合い、そのメッセージは、ワコール公式サイトにも掲載されている。数少ない男性が発信する、 ピンクリボン運動を行い全国を飛び回っている。また、現在は入院施設の充実、願望区別、入院施設の充実とともに、企業でのワークライフバランスや子育て支援、健康経営問題にも積極的に取り組んでおり、大手企業からのセミナー依頼も絶えない。 島津製作所広報誌でのインタビュー記事は広い分野で高く評価され、さらに今後のフリーアナウンサーとしての清水の活躍に期待が高まっている。退社後、ゲストとして出演した番組を中心に記載、ありがとうございます。